ドレイモンド・ジャマール・グリーン・シニアは、アメリカ合衆国、ミシガン州詐欺の出身のプロバスケットボール選手。NBA のゴールデン・ステート・ウォーリアーズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。キャリア初期2012から2013シーズンは、82試合に出場し、NBA キャリアを順調にスタートさせた。2013から2014シーズンは全。 試合出場するとともに、スタッツを2倍近くに伸ばし、プレーオフにおいては7試合中4試合でスターターを務めた。2014から15シーズンこれまでの順調な成長とデビットリーが負傷で開幕から欠場したのに、伴い、スターターの座を得て、講師ともに大きくスタッツを伸ばした。個人成績としては79試合に出場し、 11.7得点3.7アシスト8.2リバウンドを記録。この年67勝15敗を記録したチームに大きく貢献した。またレギュラーシーズン終了後に行われた NBA 最優秀守備選手賞では最多の1位秒を獲得し、カワイ・レナードに次ぐ2位に入り、NBA オールディフェンシブチームのファーストチームに選出された。チームは 順調に NBA ファイナルに勝ち上がり、クリーブランドキャバリアーズとの対戦となったこの対戦は、1勝2敗で迎えた第4戦から、スモールラインアップを敷いたことにより、グリーンはセンターのポジションに入り、ゴール下で奮闘。また激しいディフェンスでキャブスのオフェンスのリズムを狂わせ、その後3連勝を飾り、ウォリアーズの優勝に貢献した。 2015から2016シーズンウォリアーズと7月1日に5年8500万ドルの大型契約を結んだ。1月4日のシャーロット・ホーネッツ戦でトリプルダブルを記録し、チーム史上2人目、NBA 史上15人目となる3試合連続トリプルダブルの快挙を達成。その活躍もあり、オールスターファン投票ではフロントコート部門では5位の75万秒を獲得し、 自身初の NBA オールスターゲーム出場を果たした。オールスターでは NBA 記録更新まで、あと一点としているポール・ジョージを厳しくマークし、記録更新を防いだ。プレーオフでは、決起盛んな性格や、プレイスタイルが災いし、オクラホーマ式サンダー戦で2試合連続で、スティーブン・アダムスの股間を蹴り上げ、特に第3戦での同行為は、試合中では、 フレグラントファウル1だったが悪質だったとして試合後にフレグラント2に格上げになった。通常であればよく試合が出場停止になることもあるがこの時は罰金処分が下されたのみだった。ファイナル第4戦でもレブロン・ジェームズとも連れて倒れた後にグリーンの上をジェームズがまたぎ起き上がったグリーンの右腕がジェームズの股間に当たり一触即発の事態になった。試合中は ダブルファウル判定だったが試合後にジェームズは揉め合いを誘発したとしてテクニカルファウルにグリーンは股間を恋に殴ったとしてフレグラントファウル1に格上げされたこのフレグラントファウルの累積により自動的に第5戦が出場停止になり勢いを失ったウォリアーズが3連敗を喫してファイナル敗退となる大きな要因の一つとなってしまった 2015から2016シーズン後、2016時を五輪のアメリカ代表に選出され、金メダル獲得に貢献した。2016から2017シーズンミルウォーキーバックス、アトランタホークス、ニューオーリンズペリカンズ戦では、クラッチタイムで勝利を決定づけるブロックやスティールを記録し、チームメイトや指揮者からもどっぽい筆頭の声が挙げられた。 2017年2月10日のメンフィスグリズリーズ戦では4得点ながらも12リバウンド10アシスト10スティールを記録しリーグ史上初の1桁得点によるトリプルダブルを達成したまた同シーズンは初のスティール王に輝き2度目の NBA チャンピオンにも輝いたシーズン終了後には今季こそ選ばれたいと意気込んでいた NBA 最優秀守備選手賞に ウォリアーズの選手として初めて選ばれた。2017から18シーズン2018年1月4日に行われたヒューストンロケッツ戦で17得点、14リバウンド、10アシストのトリプルダブルを記録しチームの勝利に貢献した。これにより、トム・ゴーラがフィラデルフィア・ウォリアーズ時代に記録した通算トリプルダブル数のフランチャイズ記録を21に更新。 さらにこのトリプルダブルによってグリーンがトリプルダブルを記録した試合のチームの勝敗記録を21から0に伸ばした。2018年2月18日に行われる NBA オールスターゲームに出場することが発表された。3月8日に行われたサンアントニオスパーズ戦でトリプルダブルとなる11得点、12リバウンド、10アシストを記録。 試合はウォリアーズが110から107で勝利した。プレーオフ1回戦、対サンアントニオスパーズの第5戦で17得点、プレーオフでのキャリアハイとなる19リバウンドを記録、試合は99から91で勝利し、ウォリアーズが4勝1敗で2回戦進出を決めた。プレーオフ2回戦、 対ニューオーリンズペリカンズの初戦で自身プレイオフキャリア4度目かつ、トム・ゴーラの持つチームのプレイオフ最多トリップルダブルを更新する16得点、15リバウンド、11アシストを記録、試合は123から101で勝利した。2018から19シーズンこの年も66試合に出場し、得意のディフェンスでチームに貢献した。 3連覇を目指すチームは5年連続で NBA ファイナルに出場したが、トロントラプターズに敗れ優勝を逃した。オフに FA となったが、ウォリアーズと4年1億ドルで再契約した。2019から20シーズン2020年2月1日、クリーブランドキャバリアーズ戦にて、キャリアハイの16アシストを記録しウォリアーズは131から112で勝利した。 2020年8月9日、グリーンはインサイドザ・ NBA にコメンテーターとして出演した際、フェニックス・サンズに所属するデビン・ブッカーに対し、今の状況は彼のキャリアにとって良いものではない、優勝のためにプレーすべきで、サンズから出してやらないといけないなどと発言し、改ざん防止規則に違反する発言をしたとして、NBA はグリーンに5万ドルの罰金を課した。 しかしその後グリーンはツイッターで反応し、罰金を笑い飛ばすなどした。状況判断やパスに優れ、フォワードでありながら、ポイントガードのように、ゲームメイクもでき、かつセンターの役割もこなせる、マルチプレイヤーである。ファウルギリギリのムービングスクリーンが得意なため、ピックアンドロールでは、チームメイトのステフィン・カリーや、クレイ・トンプソンのマークマンを外すことが多い。 リーグを代表するコーディフェンダーであり、強靭な肉体と俊敏性を活かしたポスト内外のディフェンスに長けている。その一方で、血の毛が多いことでも知られており、コートの内外で多くのトラブルを招いている。前述してあるように、スティーブン・アダムスへの股間蹴りをはじめ、抗議や叫び声に対するテクニカルファウルを頻繁に取られており、出場停止処分も受けている。ありがとうございます。